の知らないそのロックの界隈のトップベーシストっていうイメージですね。とんでもないです。圧倒的なロックスターっていう。とんでもないです。それが思いました。プレイスタイル。これはもうだからもうスーパー技巧派の向こう側の人だと思ってました全然だから僕なんか知らないと思ってたし、だからすごい嬉しかったです。あの最初にお会いした時、はい、いやそう言ってもらえたらぜひぜひ言ってくださいやばい、これちゃんと皆さん写真撮っててください後でくださいどうぞ。おおおおすごいで、ボリュームを入れれば出ます。おー、はい、すごい。これがもうデフォルトですか。デフォルトでこの歪みなんです。やば歪みすぎじゃんこのベースが歪んでてめっちゃかっこいいなって思ったのは、うん、ラリグラハムのファズを使った時のあのなんか踏んだ時のね、そうフランジャーとあのファズがウォングも言ってる時にこいつはファンキーだなって思ったのは覚えてますね。でもまあでもあの感覚は未だにやっぱ残ってて、ファズとなんか空間系をこうタイムでこうやってウワーとかやったりとかはありますね。一番そのさっき言ってたこのアースクエイカデバイスのファズっぽいっていうか、アースクエイカデバイスこういう感じの、ハイがファズっぽいね、やっぱり。そうなんですよ。ギルっていう。でさらに歪みを増やすと、よりサスティンが効くよ。でこれに例えばコーラスとか。なるほどなるほど。今っぽいそのすごい。いいね。ベースシンセっぽい感じ、プラス5こういうなんかこれはフランジャー、これフランジャーみたいな、見たことない。これ結構好き。再現な感じだった。すごいすごい。こういうのをあの生かすためにこの、うん、これを使ってるってる感じです。なるほどね。であとは、そのこれベースドライバー。なんかこう、なるほど。よりこの下がこのうねうねしてほしいみたいな。なるほど。え、これは今ダークラスの杖になってる状態？なってる状態です。ああなるほどなるほど。ダークラスの歪みがそんなそこまでね。そうなんですよ。プレビューじゃないから。歪んでるんですけど、そんなあの、そうだね。なんかちょっとこのそのレコーディング工程でいうとこのマスタリングをかけてるみたいな感じのニュアンスで使ってるんですよね。よりこういろんなレンジ感がはっきり見える。で作用してくれればいいなっていう感じで。なるほど。プレベっぽいね、音的にやっぱね、はいはい、あこれがもうメインがこれの音なんですか。そうです。セルがどうしますか。ベースドライバーがああ、はい、ここのドライブというところです。これですか。はい。なんかレスポンスが良くて程よいみたいな。すごい。あの思ったより僕やっぱ歪みすぎですねでもすごいあのミッドのなんて言うんだろう、あの一番なんかこのまあどっちかというとこの
これはでかいですね、プレベ寄りの音って。そうですね、絶対抜ける音、うん、あ混じっても、はいはいはい、なんかそんな気がする。アンプの歪みにちょっと近いぐらいのチューブっぽい感じっていうんですかね、はいはいはい、ちょっとそういう感じにします。もちっとした、はい、うんうん、もっちりした、うん、ひなっちモデル弾いてるよ、伊藤さんが。いや、ちょっと俺感動してるんですけど。やばい。だからサウンドに関しては、ジャンル分けとかあんま僕は思わないですよ。ストレートのサウンドとか、ナッシングス僕この間 見に行かせてもらったんですけど、コーストに。やっぱりその僕の好きなサウンドだし、やっぱりその。でもなんかあるじゃないですか、ジャンル分け、ビジュアル系だロック系だなんだって。でそういう意味でフラットにしてみたらもう全然なんかサウンドとしてすごくもうただかっこいいし、それをその要素を自分の取り入れても何らおかしくもないというか、うん、そのベースフレーズの一つにしても音色にしてもちょっとこうジャンルを気にしすぎるがあまりちょっと変な方向に行ってしまうんですけど、思考としてはなんですけど、ベースで考えてとバンドサウンド音だけで考えたら全然共通項は僕は、うん、むしろあるんじゃないかって思っちゃいますね、うん、そうなんですよ。僕そっちジャズもそうやってましたし、まあ、そっちの方が割と一緒だったんですよ、ロックよりも、ヒップホップ、ヒップホップがもう、それはちょっとそうなんですよね、R&B ともヒップホップで育ったようなそうだったんですね。ロック割と遅咲きで、それこそここに出るようになってから、あーなるほどなるほど、アートスクール、そうなんですよ、アートスクールでの木下くん、僕らの木下くんにロックを教わったんで、それまで全ほぼロック聞いたことなかったんですよね。あでもそういうオンリーワンなところがやっぱりその僕もうそのオンリーワンでいたいっていう、その結構目指してるんで、なんか伊藤さん見てすごいグッときますね、やっぱそのなんかスタイルというか、でも僕ピットインでジャズセッションするときはもう安直なんですよ。そこはなんか戻れるんですよね、その自分がそういうフュージョン好きだった場所にっていうか。だけどどの現場行ってもレコーディング行っても自分のバンドでやるときはレコーディングとかもうビリーシンサウンドみたいな僕のサウンドで勝負したいっていうのはあります、ね、だから趣味がジャコで仕事としては歪んでるっていうような感覚が近い僕は、うん、はい、これはもう完全にイメージはビリーシーンをイメージして、これはこれを結局これも MXR なんですけど、 MXR が3つ入ってるような感じですね。で設定だけ違うんですけど、これは激歪み、まあ、こういうなんかモロですね、モロですよね、はい、これはリアピックアップにしてちょっとジャコみたいなトーンで、はいはいはい、みたいなそういう使い方ですね。すげえ。おお。弾きやすい。弾きやすい。五弦なのに。そうそう五弦なのにね。おお。このこうやった時にちゃんとグーンってこ うついてくる感じとか。はい、立ち上がり早いでしょ。さあ、めちゃめちゃ早いですね。すごい。これでこれのちょっと歪みがまあ、はい、足んないのがこれです。これだいぶ
ひなちのと近い、ね、はい、そうですね。すごい、でも嘘つけない俺上手くないと弾けないやつですよ、ね、いやいやいや、だから結構歪みは奥深いっていうのは、結局その単体で聞く音というよりもどう聞かせるかっていうか、かっこいい歪んだ音をどうバンドサウンドとかそんな中でね、そう、自分の好きなその音域をどう聞かせるかですよね、うん、しかも自分の好きな音じゃなきゃいけないから、そうなんですよ、その聞こえてくるところ聞こえる音、そうそうそう、そう、やっぱり自分絶対この音じゃなきゃっていう音がうまく伝わるの、ね、どう、ただ音量上げればいいっていう問題じゃない、うん、っていうところなんですね。だからブーンっていうのだってもう歪んでたらすげえ楽に聞ける、まさにそう、ね、上からもいけるし下からも引っ張られるしっていう、あれはもう、これはもうですよ、これはもう醍醐味ですよね、醍醐味ですね、うん、やっぱり音からフレーズが呼び出してくるっていうか、はいはいはい、クリントンだと出ないフレーズが歪ませてるとバンバン出てくるじゃないですか、でバンバン、この音だからこのフレーズが出たっていうのがきっとね、ありますよね、それがプレスタイルにきっと変わっていくと、そうそう、子音とかも変わってきますもんね、変わります変わります、うん、変わります、確かに変わります、歪んでればこの子音でいけるとか、いける、そういうところがやっぱり、あ、かる、なんかそうですね、プレーと歪みとのなんか接点というか、うんうん、ような気がしますね、なんかこう、うん、クリントンだとこの辺で全部済ませたい感じですけど、歪んでるとこの辺使い、こっちの方使い、全部ついてくるんだよそう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 、そんな感じだ。僕にとっていい歪みはもう前から言ってるんですけど、お、まあ、さっき言ったように音歌がコントロールできる歪み、タイトの歪みですね、僕が求めてるのは。あの70年代のイメージはアンプの歪みで、歪んでると広がって空気がすごく入ってタイトさがないもの、そのかっこよさもあるんですけど、70年代ロックとか特に僕の求めてる歪みはもう歪んでてファンクができるぐらい音が止まる歪み、でもファズじゃない B じゃなくちゃんとベースの音っていうか、あのディストーションの音っていうかで、歪んでるのにそのスラップできちゃうっていう、本当に井上さんもおっしゃってましたけど、そのボトム感が消えたら意味がないっていうか、ベースを歪ませることによって生まれる相乗効果なところっていうところでの歪みのアプローチがやっぱり一番格なんじゃないかなって、うんうん、あ、でもやっぱ思いますよね。そうですね、本当そうですね、まあ、アンプもしっかり、そのベース持ってる歪みの成分もしっかりっていうところでの考え方がやっぱり一番ナチュラルであるところが歪むと革新的なその歪みサウンドなんじゃないかなと思います。どう、その通り。